し、オッケー。こんばんは。あー始まった、来た。こんばんは。やっほー。こんばんは。久しぶり、久しぶり。そう、ショールームは結構お久しぶりになってしまって本当に申し訳ないですそう、なんかさ、知らない間にすごいこの何画面がさめっちゃ可愛くなっててびっくりしたそう、なんか何こう唇めっちゃ可愛い。私こういうの好きこんばんは、こんばんは お元気でしたか。お元気です、元気もりもりですメールでも書いたんですけど元気もりもりです。ダンスお上手ですね。嬉しい、ありがとう。久しぶり、久しぶり。キス&ラブレターキャンペーン、あーそうなんですね。あ、すごい、だからこんな可愛いギフトってんですかね、これも。ありがとうございます、可愛い。え、可愛い、なんかずっとこれでいいんじゃないダメだよねうがつつこの声当選したのでなっちゃん出たって、頑張ります出たら嬉しいな出ますよ、なんて言ったって私ですから全部出ますよ最近どうすか最近は元気ですね、まあ、課題も終わったことですし、はい、まあ、また次新しい課題が出てくるんですけど、あの、まあ、一旦終わったので、まあ、一旦自分を褒めてあげようという期間ですね今は終わったんですよ、未だ全然空会えてない。悲しい、会おうね調子いいねだってずん間に合ってるよ受付ってもらったよ、そうだね、受付しましたね、覚えてるよ終わってまた課題出たの、あのまだ出てないんですけどもう出るだろうなっていう噂をもうあの、はい、耳にしてるので、まあ、なんとなくわかるじゃないですか授業の流れ的にさ、あーこれ絶対課題出るだろうなっていうはい、もう最悪本当に、ないんですけど、やらないと卒業できないからやるんですけど、はいでも私はあの本当にこれはダメですよ、ダメなことをしてるんですけど春休みとか夏休みの宿題はあの授業中に終わらせられるものは終わらせちゃう人なんですよあ、すごい愛だって、ありがとう絶対ダメなんだよ、ダメって知ってるんだけど、なんかやっぱさお家だとあんまり集中できないから、そう集中できる時にやっちゃおう作戦そうで終わったやつは学校のロッカーとかにしまっといて、もう絶対に夏休み明けあの忘れないようにするの、そうなんかやったけど持ってくるの忘れたとか一番辛いじゃん、だから私は絶対ロッカーに入れて夏休み明け学校登校してロッカーから取り出して提出するっていう方法で乗り切ってますできる子や、そうでしょ、私できる子なの資格取るとき家じゃ絶対できなくて、そうだよね、やっぱそうだよ、お家じゃできないよ、お家はさ誘惑がいっぱいあるから、テレビだったり携帯だったり食べ物だったりいろいろ、そう仕事できる体質だって嬉しい
お仕事できちゃうタイプかな私。やってみて、おすすめ、おすすめ、おすすめ。できいそくんだって。なんか聞いたことあるな、そんな名前。生誕 T シャツはデザイン決まった。あ、書きました、頑張って書きました。書きましたよ、生誕 T シャツと生誕グッズ頑張って、あの、はい、書きました。はあ、いつだろう、来月とかに出るんですかね、どんなるかな。そんなあんまり期待しないでね、でも。あ、でも個性出てる、あの、やっぱ個性出てる絵だと思います、はい。色は何色かな、何色かな。期待大、ちょっと緊張する。まあでも、うん、男子が街で着れる、あー、街で着れるのはちょっと勇気あるかもしれない。あのさ、上に羽織って隠したらいいと思うよ。ああ、ニヤニヤすならって怒られちゃった。コンビニ行ける、まあ皆さん次第ですね。あの、はい、でも、いや、なんて言ったらいいんだろう、私の服だって感じ、私のグッズだーって感じ。あ、ありがとう。着るのが怖い、だって怖がらないでよ、いいんだよ着て。なんか派手、派手ではないんですけど、あのね、特徴当たった、お、書きますね。ね、やばそうとか言わないで。違うよ、いや、可愛いよ、可愛くできてるの、可愛くできてますよ、可愛いんです、可愛いんです。可愛いんですよ。もうやだ、なんか、なんか言ったら全部なんかみんなの想像がで、想像以上になりたいからさ、みんな結構レベル低く思ってて。5月の個別生写真販売されたよね。あ、そう、いちごでしたよね、確か、確かいちごね。非常に怖いとか言わないでよ。私頑張って夜な夜な書いたんですから。もうマネージャーさんに「いつ出すんですか、まだですか？」とか言われながら、「すいません」って言いながら書いたんですから、頑張ったんですよ。推しの描いた絵はそれだけで愛おしい、だって嬉しい、嬉しいこと言ってくれるじゃん。こんばんは。そうだよ。そう、すいません、忘れました、ごめんなさい、次持ってきますとか言って。うん、本当にもう寝ないで考えたんだから。嘘だけどさ。記憶から消えてるんじゃないかと、ちょっと受付が怖いです。何を言ってるんだ。消えないよ、消えるもんか。課題とどっちが大変だった、リアル、リアル、リアルに、やっぱグッズ。課題はやっぱ教科書見たらさ、答えがパッて書いてあるからブルブルって書けるけど、これは自分で考えて、デザインも考えて、なんか何色使おうとか、なんかいろいろ考えてやらなきゃいけないから、
しかもさ、初めてのグッズだよ、自分の。頑張らないとと思って、あの、はい、力入れてきたんで。自信、そう、自信作。ここは行けることになったんだけど、受付間に合わないかも。まあ急ぎすぎてなんか事故っちゃったとか大変だから。ゆっくり来ていいよ。ウィンク上手だったよ。あ、そうです、なんだ、メールかな、メールにウィンクした写真を載っけたんですけど、どうでしたか。チュン、かわいくてごめん。なちゃんパパとかなちゃんママ聞いた。ねえ、やだ、実家帰ってさ、ただいまって言ったらさ、自分のグッズ着てるのやだ。まだ受付会えてない。あねえ、受付は運ですね。運ですねっていうか、そう。名作、名作かもしれないよ。これさ、どうしたらいいんだろう、こうか。あ、すごい、なんかクマ、ありがとう、ありがクマ。なんでもいい。よいしょ、よいしょ。運ないのよね。運ないのか。あげるよパワー。私は結構運がいいと思います。運良き人。あー、ありがとうくわ、ありがとうございます。ハミさん動画見た、なっちゃうめっちゃ上がった。違う、私、あ、それ、ね、ちょっと聞いてほしいんです。なんか YouTube 上がってるじゃないですか。で見たんですよ。で、あ、富士さんだと思って、なんか私はもうはあってなっちゃって、なんかすごいこんな、いや、なんか全然ほんと、ほんとなんか、はあ、本物だーみたいな表情しちゃって、なんかもっとニコニコしてしてほしいよねって思った。自分が見てて。こんばんは、こんばんは。そうなんです。独特な解釈してた。なんかちょっと緊張しちゃったんですよね。なんかだってさ、見てた方だからさ、本当にやっぱびっくりしちゃって、はぁってなっちゃった。あ、最悪、バカバレた。会釈だって。あー、テーブロ。もうやだ、惜しいです。かわいい。ありがとうね、ラブレター。そう、いいの、黙っとくの、一番、黙っとくのが一番なんだから。ねえ、録画しなくていいから。消しなさい、早く。日曜なんちゃんに受付してもらって免許証。そう、そうなんです。あの、受付でなんか本人確認さあ、書類、本人確認できるものを出すじゃないですか。それで結構あの、お財布にしまわないでそのまま行っちゃう方が多くて、だから毎回「ああ!」って言って。そう、皆さん忘れないように、大事なものなので。虫だったのかな。26のお昼受付ありがとう、じゃかいかった、嬉しい、ありがとうね。肌綺麗って褒めてくれてありがとう。
あ、肌綺麗で思い出した。私ファンデーションもね買ったんですよ。そう、メイク用品ファンデーションを買って、何のファンデーションを買ったかっていうと、ななみさんにおすすめされたファンデーションを買ったんです。でこの前の前座が本当に久しぶりに私前座出演だったので、久しぶりに会ったんですよ、ななみさんも含め、先輩方同期もそうですけど、うん、そう、それで私がファンデーション買ったんですって言ったらじゃあ下地も教えちゃうとか言って、下地も教えてくれて、そうだから次はその下地を買いに行きます。私は何でも一緒にします。おすすめされたら何でも買います。スイスの誕生日の日、そうです、スイスさんの誕生日の日です、生誕祭。めっちゃ可愛かったんです。お昼じゃない夜公演終わって、ファンの方が作ったなんか、何ですかあれって、なんて言うんだろう、パフェだったんですけど、そうめっちゃ可愛くて、でその中になんか隠れキュウリとかが入ってて、そうすごいと思って、スタンドフラワー、あ、そうだそれだそれだ、スタンドフラワー、そうめっちゃ可愛かったんです。いちごが乗ってて、よく見たらキュウリがあったんです。そう、すごいと思って、キュウリ、そうすごいちゃんと考えられて作られてるんだなって思ったの。そういっぱい写真撮りました。クシャ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 って、そう私もキュウリ好きだから、あ、そう、身どもりだったじゃないですか、前座が。で「テレテンテレテンテンポーズ」「テンテレテンテンポーズ」ってとこあるじゃないですか。あそこ実はすいずさんの生誕祭夜公演は「スイート月」って4期みんなでやったんですけど、気づきましたか皆さん。そう「スイスイスイ」ったやつと「月」ちゃんの好きな野菜、好きな野菜、好きな野菜か、いちごじゃがいもかな、あ、キャベツも好き。お、気づいた、好きな野菜はハラミです。ハラミ、ハラミ、ハラミスイカ、あ、スイカも好き。あ、ね、私ちょっと前にスイカバーを初めて食べたんですよ、人生で。スイカバーって、私てっきりスイカの味だと思ってたんですけど、あれってあれってスイカの味ですか？私の味覚がおかしいのかな。そう、アイスのスイカバーを食べたんですよ。そう、初めて食べたんですけど、なんか食べる勇気が出なくて。違う、やっぱ違いますよね。なんか私スイカの味だと思って、スイカだと思って食べたら、びっくりしちゃって、えってそう、びっくりしちゃったの。そうで、種がチョコレートで、確かチョコだった。まあ美味しかったんですけど、はい、ギャップ、びっくりしちゃったあれって何味なんですか、わすて、え、あれ皮ってあった、あ、じゃあ、あれ
全部食べれるよね。あれなんか食べれない場所ありました？いや全部食べた記憶がある。そう、色はスイカなんです。メロンバーなんてあるんですか？へえ、メロンバーはメロンの味ですか？また違うんですか？皮もちゃんと気づかなかった。皮？え、あ、こうやって見たらよかったのか。え、気づかなかった。もう一回食べてみよう。じゃあまさか全部、え、全部食べましたよ。あれ、なんか私食べちゃいけないってこと？あー、メロンバーの方が好き。お、メロンバーの方が好きな方多いですね。メロンバーはメロンの味ですか？また違うんですか？まずスイカバーが何味なんですかね。そこからしてもわからない。下の方緑だったでしょ。あ、はい、緑でした。なんか赤色のところ緑色のところみたいな感じでした。全部食べた。あ、大丈夫、よかった。さすがに棒は食べませんよスイカバーって当たりあるんですかね。あったら嬉しい。え、なんか何味って感じたんだろう私。なんかもうスイカだと思って食べてスイカの味じゃないっていう衝撃が強すぎて、なんかもう味わうとかそういうのじゃなく、そういうもう何どころじゃなかったんですよ私。そう、お家で食べたんですけどいちごとストロベリーみたいなもんですよ。うん、え、メロンバーがいちごとストロベリーですか？あ、違うよ、待って、いちごとストロベリーああもうダメかもしれない今日。種が、え、なんかチョコレート入ってましたよね。こんくらいの、いや、ちょっと大きかった。こんくらい。桃太郎はよく目にするんですけど食べたことないんですよね。あれはもう見た目通りですか？あの、私の見た目的にはいちご味のかき氷みたいな感じだと思ってるんですけど、どうなんですか？なんちゃんこんばんは。こんばんは。そのチョコが種。あ、種。オーケーオーケー。いちごだよ。桃太郎いちご味。お、正解です。やった。桃太郎も、あー、ろれつが。桃太郎は食べちゃあかんで、鬼退治行かないとはあ、面白い。きびだんご食べたい。そしたらじゃあ正解です。ピンポーン、ピンポーン。桃太郎牛乳に溶かすと美味しいの。へえ、あ、練乳かき氷的な感じですか？こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。いかが元気にお過ごしております今日は雨でちょっと気分がシュボーンとなりそうだったんですけど磯太郎もあるよ。絶対ないよね絶対ないよね。本当にある？浦島太郎もあるよはあ思ったんだけど、いくらもね、またなちゃんに似てるよね。え、これ私あの本当に申し訳ないし、本当に失、あの本当にあの私はすごく嬉しいんですけど、あの、はい、妹アンナさんには本当になんか申し訳ないんですけど、あの一番初めの人生で初めて生写真撮影しますみたいな時のカメラマンさんにも似てるって言われたんですよ。
そう、ちょっと似てるよねって。そう、私は嬉しいんですけど、本当に、はい、申し訳ない。清楚と言ってたよ。私清楚ですもん。だって本当だもん。MC テイクがあるので、私でもこの曲が聴けという楽曲がありますか。この曲が聴け、なんだろう。NGT、 でも今日は負けでもいいわ、本当にいい曲だと思うのでぜひ聴いてみてください。目が似てる、あー確かに、あでもそうかもしれない。清楚キャラですか。まあ清楚キャラでまあ行こうかなとか思ったりしなかった。私は何キャラなんですかね、自分でもわからないです。こんばんは、こんばんは。わかりました、情報ありがとうございます。いえこちらこそ。金太郎アイス美味しいの、何金太郎アイスって。チャット肉乗せてる角度が似てるかも。あ左側ですか、私左側から撮るんですけど。もえもえキャラでは絶対にない。うん。真面目？正統派。一回は王道アイドルを目指した方がいいよ。頑張ります。目指します、じゃあ。小豆のガチガチに硬いアイス。あ、こうやってやってもなかなか食べれないってこと。うん、私的にもう星座キャラよりも面白いキャラだ。あれ私って面白いキャラ。あれ似てた。お正統派。あそう、ゲラって最近よく言われるんです。私自分ではゲラだと思わないんですけど。あーかわいい、ありがとう。ラブレター、これラブレターなのかな、ありがとう。たまにポンポコさんとかまた可愛いなって、ありがとう。ポンコツってか、なんか抜けてる、私はなんか抜けてるんですよね。なんか多分ネジが生まれてくるまでの過程でネジがちょっと1本か2本ぐらいちょっと抜けちゃってる。はい、なんか本当に忘れ物とか多くて、はい、これは本当ね、自分でも直さなきゃいけないって分かってるんです。本当にななんか現場とかでお弁当あるじゃないですか。お弁当余ったら持って帰っていいよって言われるんです。でだから私はじゃあもちろんもらいますって言ってもらって、ちゃんと袋にも入れて置いておくんですよ。持ち帰ろうって、帰り持ってこうって。で、まあ、いざ帰るじゃないですか。お疲れ様です、ありがとうございましたって言って帰ろうと思ったら、マネージャーさんに磯崎さんこれって言われて、私はお弁当を自分でちゃんと袋に入れて持ち帰る準備までしてたのに、お弁当を持たないで帰ろうとしたりとか、本当になんでなんですかね。本当直したいんです、こういうのところを。毎回磯崎さんって言われるんです、マネージャーさんに。本当にどうしたらいいんだろう。いや私は本当にお持ち帰るっていう気持ちがあって、ちゃんと袋に入れてよしこれは持って帰るぞ思ってるんですけど、なんでかわかんないんですけど忘れちゃうんですよね。かまちゃんのこと言えないじゃん。いやこれは言える。だってでもさ、お弁当はもちろん大事で大事なもんだけど、やっぱスマホ忘れるは一番ダメだと思うんです私。そう、困っても帰ったって言って、もうさっき帰りました、
スマホ、私はこの光景を2回ぐらい見ました。お弁当忘れけど忘れたくないんですけど、なんか忘れちゃうんですよね。なんでなんだろう。物忘れキャラね、やだ。物忘れキャラとか絶対にやだ。チュー、かわいくてもう一回やってるこれ。リュック忘れた。え、手ぶらで帰ったってこと？すごいね。明日お見送りの時に確認しようか、お弁当持ってしてお願い。急に歌う、なんかチュって出るから、なんかチュって歌いたくなっちゃった。手にメモ、いやでも中学校の頃はよく書いてました。書いてもなんか書いて満足しちゃうんですよね。本当に良くないよね。書いて満足しちゃって、なんかお家帰っても結局見ないんですよね。そう。そう、でも学生の頃、学生の頃って今も学生なんですけど、そう、私は運がいいから、だいたいそうやって忘れ物した日、これ多分前も話したんですけど、忘れ物をした日に限って使わないんです、学校で。そう、使わないんです。で、次回使いますとかになるんです。だから私は毎回なんか本当はさ、忘れ物したら先生に報告とかしなきゃいけないんですけど、しなくてもセーフなんです。私は、俺はメモ帳にメモして満足して、そのメモ帳をなくして忘れた。あー、そのパターンもありますよね。そのパターンもある。その運分けてほしいぜ。ぜひ。そう、味方してくれてるんです。そう、運がいいんですよね。自分でもこれは言えちゃう。才能を。なんちゃんに触れた俺も、運が良くなるかな。なるんじゃないですか、なるんじゃないですか。でも私おみくじは別にそんなにいいの引かないんですよ。というか NGT に加入して新潟に引っ越してきて、で神社に行っておみくじ引いた時は大吉引いたんですけど、でもそれより前の人生で私おみくじで大吉引いたことないんです。いつも中とか小しか引いたことないんですけど、新潟に来てから大吉引くようになって、そう、運がもっと良くなってる気がする。いつまでに顔認証してもらったら良すぎないかな。あ、でもね、この前の前座の時、この前のね、お見送りじゃない、お出迎えの時にね、どこだっけ、なんか、いい席当たった、ありがとうって、何人かに結構、言っていただけて、そう、よかったと思って。磯崎大吉に改名しません。そう、運気アップしたかもしれない。新潟に来てくれた方が俺にとっての大吉、ありがとう、嬉しい。導かれてきたのか新潟に、そうかもしれない。新潟に来て正解って意味だと思うねえ、嬉しい。来週抜け付けしてもらえたらどんな席でも亀席でかっこいいけど。ねえ、本当に思ってる、そんなこと。知ってるよ、私推しではないことは知ってる。そう、私は
神奈川県民なんです。大吉っぽい髪型ですかね。どういう髪型。あっちゅ、かわいくて。こんばんは、こんばんは。すごい、みんな感謝ありがとう。私も感謝だよ本当に。ねえ。誰もしか知ってるでしょ。知ってるけど。最近見てない。でも最近見てない顔。返信もない。私は知ってる。私ちゃんとみんなからの返信見てるんですよ。だから、あ、最近なんか返信来てないなとか、うん、分かっちゃうんだから。こんばんは、こんばんは。遊びに来たよ、ありがとう。なっちゃんおしんさんと幸せだろうなって。そう思うならさ。まあいいけどさ。みんな素敵ですからね、 NGT48 のメンバーみんな素敵なのでいいんですけど。あ、今日返してない。じゃあ今すぐ返してください。あ、そう、今返したらダメか。終わったら返してください。読んで満足しちゃってる。まあそういうパティーンもありますよね。そういうパティーンも本当に人気だよね。そうですよね。実はメールまだ取ってません。取ります、取ってよ。嬉しい、ありがとう。磯丸水産行ってきた。別に磯丸水産公式アンバサダーとかじゃないんですけどね、私全然。そうですよ、ちゃんと私は見てるんですよ、返信を。すべて目に通してます。本当にね、本当に見てるんだから。本当にって、もうこれしか言ってないんだけど。そう、受け付けで数の名前覚えてもらえたら返信したいです。メールとちゃんと当たってる。そう、なんかさ、誰ないだよって名乗ってくれたら私結構わかるから。かわいくてごめん。こんばんは、こんばんは。出遅れた。こんばんは、こんばんは。全然いいよ、出遅れてないよ、まだ始まったばっかりだよ。こんばんは、こんばんは。そのうち公演出た時自己紹介で磯丸水産まさだ。言いませんよ、そんなのなったらもう私すごくないですか。磯丸水産公式アンバサダーなんかなったらすごいですよ、本当に一生治っちゃう。そこまで見てくれてるの嬉しいので返信しようかな。してね、もう私はもう常毎日嫌なことだったり辛かったりする時も本当に皆さんの返信だったり大出迎え、お見送りでパフォーマンス良かったよとか頑張ってねとか、そう、なんかファンの皆さんはなんかなんていうの、そういうことをメンバーに伝えるのがなんか当たり前って思ってる方もいるかもしれないんですけど、私からするとそうやって言っていただける側からしたら本当に本当にとってもその一言一言すべてが本当に心の支えになるので本当に感謝です。はい、ありがとうございます。本当に認知されたくて名札作ったの初めて。そうなの。あ、でもそう、結構さ、名札を下げたりつけたりしてくる人方もいて。返信見て会ったのか浮かぶこと全然あるよ。あ、最近会ってないなとか全然ある。
あ、この間あったなーとか。どうすれば日もらえるんですか。なんだろう、でもやっぱ直接会った時に「誰々がよ」って言ってくれたら、そこで顔もやっと分かる、認知できるから、うん、言ってほしい。まあ私はオタク時代全然そういうの言えなかったんですけど、緊張しちゃって言えないタイプのオタだったので。久しく会ってないのに名札つけようか。じゃあお手製のなんか作ってきてよ。ミキさん、みんな覚えてもらいたく大した名札。そうだよね、わかるよ。勝手にスクショしても大丈夫ですか。半目白目ではなければ大丈夫です。いいっすよ、この名前覚えてくれて、記憶リーダーすごいと思った。なんじゃ最近出されてないからな。そうなんだよね、私もさ前座にさ、なかなか最近だって、この前が本当に久しぶりに会ったって感じだったからさ、あ、会ったじゃないよ、出て出演したって感じだったから、私も久しぶりだったから、まあこれからはたくさん出れると思うので。そう、明日出ますし、私は明日来られる方はお会いしましょう。録画しても大丈夫ですか。全然いいですよ。ハメが偶然ウインクになったスクショは大丈夫。なんか顔が事故ってなかったら大丈夫。あ、ちゃ。オンライン話し会も、なんかそうですよね、オンライン話し会も7月でしたっけ、なんか始まるというか開催されるということで、いやーちょっと私も緊張するんですけど。4期生も見送りの時に名札つけて、そうなんです、つけてます、ここに、あのよく見ていただければ分かるんですけど、あっちゅ、ありがとう。明日なちゃん推しの仲間と連番、嬉しい、待ってます。オンライン撮ってみようかな。来て。来て。嬉しい。生誕、あ、そうですね、7月、あ、じゃあ2回あるんですか。私はそんなこともないのかな、なんかどんな感じになるんでしょうか。わかんないですけど、じゅうちゃん顔小さい、いいよね、本当に小さいよね、こんぐらいしかないと思う、本当に。大人に並びたくないもん。こんなしかない、本当に、うん、オンライン終わった後寂しいよ。あ、そしたらまた会いに、前座とかあると思うので、また会いましょう、そこで。握手会したいね。なんかでも結構あの AKB さんとかもそうですけど、だんだんと握手会が形になってきてるじゃないですか。そうだから、できるようになるんじゃないでしょうか、わかんないですけど。できたらいいななんて思ったり。握手会すごいね、あーすごいな。普通に握手になっていくと思います。嬉しい、来てくださいね、待ってますよ。こんばんは、こんばんは。新潟はその前にマスクなしになると。そっか、そうだよね、マスク大変だよね、コールとか。オン、オフラインとかで、なん
とか笑わせたい私を笑わせるのは大変だと思いますよ。よいしょ。握手会開催のどんな話題を話したい？何でもいいですよ。でも私はそうですね、オタクトークでもいいですし、何でも自分のことを、もう私、僕はこういう人間でこうでこうでこれが好きなんだでもいいですし、じゃん。この前から積もってました。あのやっぱツボはありますけど、私のツボはそんなに浅くないんで、はい、浅くないんで。こんばんは、こんばんは。オンライン磯丸に丸投げでもいいの。頑張る。人見知りの後なんで無言で、そのうち遊びに行きますね。ぜひ来てください。ありがとうね。マスクあり出会ってしまったらできるだけマスクしてたい派です。あー、めっちゃわかる。私もそれこそさ、高校入学した時はさ、もう最初からマスクだったからさ、マスク給食お弁当の時間とかマスク外すのにすごい抵抗あった。私も生き見たりかなってる、変わってる気がせん。なんちゃん本格的な歌だもんね。いやーでもまあそうです、好きですよね。はい、大好き。ここぞとばかりにみんな見るよね。そう、なんかさ、外してやっぱ外したらパッて見ちゃうよね、マスク。つまる最近ちょっと頑張ってるように思えるんだけど、どうなん。でもそうですね、私今あのチャットとメール結構個人的に頑張っています。頑張ってるつもりではいます。うん、でももうちょっとできるなとも思うんですけど、そうちょっと最近はいろいろあってバタバタしてて、私の中での優先順位とかがいろいろあったので、そう、でもだからショールームとかはちょっとできなかったんですけど、でもその代わりチャットとメールは頑張ろうってあのいう思いがあったので頑張ってます。頑張ってるというか、でもまあ普通になんとみんなとお話ししたいから送るんですけど、なんかさ通知うるさくしたりしてなくないですか。なんか本当どうでもいいこととか送るじゃないですか。私今日もなんか本当にどうでもいいようなこと送ったりとかでしたから。この間ちょっとすぐハンベル止まった。やだ、ちゃんと動画送ったのにハンベル止まったの。どっちかしか取れないとしたらメールとチャットどっちおすすめ。でもチャットは動画とかも送れるから、どうでもいいこと送ってもらうと困りますね。嬉しい、土地があると嬉しいよ。だってありがとう。でもメールもそうだね、メールもおすすめ、全部おすすめだけどね。どうなるか30とか、すごいね。もうどんぶらか呼びなんだね、みんなももちゃんのこと。夜見れんだ、確かに今日もご飯のこと送ったしね。あ、そうだ、明日は歌唱力ですよ。あ、でも NGT は30日ですね。ドキドキ。私もまだ自分がどんな感じで歌ってるのかわかんないので、
ちょっと緊張なんですけど。どっちも取るしかないなって嬉しい、ありがとう。さあもう一人予期せちょっと撮ってみたんだけど、みんな楽しいねでも多分本当に人それぞれ何個性というか多分全然違いよね、分かんないけど録画します、ぜひ見てください。自分的には上手に歌えた。でも絶対声震えてると思うんですよね、本当に緊張。なんか楽しい、でもめっちゃ楽しいんで歌えたんですけど、多分声震えてるかもしれない、どうだろう。違うね、ね、違うね、私もみんなの見てみたいもん。あ、チュー、かわいくてごーん、楽しくできたら大丈夫よ。そうだよね、それがビブラートになって逆に良かったかもねえ面白い。今回の歌唱力に新潟組と東京組があるってことそう、なんか私はその新潟で撮影するとき、収録するときちょっと用事があったので、その日に参加できなくて、そう別日に撮ったっていう感じなんですけど、ちょっと無限に送ってくる人がすごいね、うわーって。そうなんです、そう、しかも今回はあの海外のグループも出演出場なので、すごい盛りだくさんですね、予選だけでも。私見れないかも自分のそう、ヒロカンピと一緒だったんです。ヒロカめっちゃ可愛かったんですよ、そう、なんかもうずっとこうやって上見て、うわー建物が高いとか言っててめっちゃ可愛かった。そう、車両がこんなに長いなんてびっくりとか言っててめっちゃ可愛かった。あの寝顔動画って許可取ってる、許可取ってますよもちろん。なんならひろかからチャットに載せちゃってもいいからねみたいな言われたから、私はじゃあ遠慮なくと思って載せたんですけどふふ二人で揺れた動画なんか載ってたらしいですね。そう、なんか練習してた2人でやっぱ緊張をほぐすためにも揺れようみたいな感じになって、揺れたらなんか動画撮られてたみたいですニト組の歩き方講座したと聞きましたえ、ね、ちょっと待って、どういうことあざといなピーナッツ、そうピーナッツなんですよ、私とひろかのコンビ名はピーナッツなんでピーナッツか分かりますか謎動画ピーナッツの理由はあのヒロカピーだからピーで、ナナのナーでナー、ナーちゃんの中でナーで、二人だからツで、ピーナッツこれ結構いい名前だと思ったんですけど、どう思いますか私が急に言い出したんですけど、なんかそう、東京駅歩いててなんか急にピーナッツ
なんか頭にふって出てきて、そう、ひろかに私たちはピーナッツだねって言ったら、そうピーナッツっていうコンビ名になりました。センスの塊だって嬉しい。私ってセンスあるんだやっぱそう、食べ過ぎた二人ではなかった、急にね出てきたんです。ピーナッツ自体は好き、好きですよ、私ピーナッツは好きですよ。あの柿ピー好き、ヒロカッピーも、あ、そう、ももカッピーもありますよね。ももカッピーもめっちゃいい名前だと思う。センスあるわ、嬉しい母面白いピーナッツ、ピーナッツ、どれが正しい、なんか表記はまだ決めてない。でも私今はまだカタカナでピーナッツにしてるんですけど、何がいいですか、ピーナッツ、芸人としてもいけるんじゃない、いけない絶対。ヤーナッツ、どういうこと、ヤーナッツって、出れないよ。ピーナッツ、あ、これでもいいね、ピーナッツ、あんなピー、あ、そういうことねいや、はるちゃんのさネーミングセンスはさ本当に独特だよね。あんなピーやなんて絶対さ思い浮かばないもん。そう、メール写真にはねカタカナでピーナッツって書いたんですけど、どんなに辛くても負けずにピースそう、たまになんかさふとした歌詞をチャットに送ったりするんですけど ギャルじゃない、ガメに今度なっつけるいい曲、そういい曲ですよね。最近はいい曲、なんか私今までは結構メロディーで曲を聴いてた派だったんですけど、最近はあの歌詞を結構重視するようになりました。あ、この曲いい曲だなとか、そうけないで笑顔でいてね、ありがとうでも全然私、あ、そう、なんかさメールの返信とかいろいろさ心配してくださる声をたくさんいただいたりしたんですけど、全然私は元気ですので、はいうん、元気ですし、そう、ちゃんと歌詞何も考えてんの、うん、歌詞を書き出して、あのなんかどうやって歌ったらいいんだろうとか考えますし、制服の名公演、イエーイ、いつかやってみたいな。ビンゴからの僕隊の流れが好きすぎる、あ、いいね、よかったよかったよかったさあ明日元気をもらいに行く、私も明日皆さんに元気をもらいに行きます。いや、私が本当はね、本当は私があの皆さんにいただいているもの以上のものを皆さんにあのお返ししなきゃいけないのは分かってるんですけど、毎回毎回私は皆さんにあの本当に心のさ、何、元気勇気いただいたばっかりなので、本当に返せるように頑張ります。
元気の人やると余計に心配になっちゃう。どうしたらいいんだろうじゃあ元気でも一つ言えるのは、なんだろう、私がここ最近はずっと自分との戦いをしていて、そう、自分との戦いをしていて、まあ、それはここ最近というよりはもう毎日そうなんですけどそうで、最近その自分との戦いに勝ったと言いますか、まあ少しは自分を褒めてあげてもいいのかなと思えるようになったので、だからだから元気ですそうですね、うん。それに私は思うんですよ、私は思うんですっていうか私のか思うんですけど、私はきっとこの活動をしていて、この活動をしていてとかアイドル活動していく上で自分に満足することはないと思ってるので、はい、なので常に自分を更新していかないといけないなって思っておりますでも毎日そうやってずっと更新し続けることって難しくて、やっぱりねつまずいちゃう時とかもあるんですけど、そう、でもそういう時に本当に皆さんの言葉に救われてるので本当に感謝ですそう、前向いてる姿文字ですけど嬉しい、ありがとう。それに全然なんだろう、楽しいし私はこの活動が、自分のね好きなことを職にできてステージに立って踊って、私は本当に日曜日前座に立って思ったのは、本当に私はステージに立つことが好きなんだなって思いました。そうしかも私はコンサート春コンの練習期間が自分の中では一番自分のなんだろう、自分が自分の限界を知ったというか、なんて言うんですかね、そう、一番多分コンサートが成長できた、コンサートがあったから成長できた部分があるので、まだ加入して半年、ま、半年もうちょっと経つぐらいですけど、この半年めちゃめちゃ濃い経験をさせていただけてるというか、すごい貴重な経験をこの半年の中でふって本当にすごい、そう、経験できてることが私はすごく嬉しいしありがたいなって思いますし、そうだからもっと頑張ります、頑張るしか言ってないんですけど、まあ、頑張るということは簡単なので、簡単ですけど、まあ、頑張ります遊びに来たよ、ありがとう、うん、確かにナッツ、こんばんこんばんは、前向きはね、うん、第一印象は感情を表に出さないタイプかと思ったけど、いい意味で変わった。お、でも私はそう、あんまりなんか感情を伝えるのが苦手っていうか、なんか言葉にするのがあんまり上手じゃないので、そうだからなかなかさ、こんな真剣な話とかもあんまりしないんですけど、そう
そう。そう。あ、いた。僕は別の意味で。の。自分との戦いしてます。これ以上推しを増やす。増やすかどうかの戦い。だってさ、この後ろに何個絵文字あるの。足終わったらメールドーム約束します。嬉しい、約束だよ。感情表に出さないけど、ツボは浅くて笑いすぎてるイメージ。まあ笑う角には福来たるってことですよ。正常4期生に可愛いとは言えないんですけど、可愛いですね、ここへ。じゃあここだけの内緒ってことで。ありがとうね。マシュメはプライベートだから内緒だよ。今日の一曲楽しみにしてます。楽しみにしててください。よく笑う子が好き、嬉しい。あ、私エコー欲しかったんですよね、急にって感じなんですけど。4期で時々佐々木奈々だったのに最近は急上昇よ。ありがとう、なんちゃん推してて本当によかった、嬉しい。私はそんな素敵な皆さんに応援されているのが本当に誇りですね。はい、胸を張って私は皆さんを、あのもうどこ世界中の皆さんに、あのはい、紹介これが私のファンなんだって言えます。みゆうさんとニコニコしながら歯磨きして遅刻そうになった時、え、ちょっと待って。え、それを藤崎さんが言ってたんですか。いや、それ本当の話なんですけど。配信見た目に控えていくの、なんで嬉しい。エクボ、え、書いたらどうなるんだろう。多分すごいことになるよね。言ってました。そうなんです、あのなんか歯磨きをし、私は歯磨きしてなかったんですけど、あの洗面台に行ったら藤崎さんがあの歯磨きをしていらっしゃって、で私が手洗ってて、でお話ししたいと思ったから、お話し したら二人でわーって笑ってたんです。楽しくお話ししてたんですけど、なんか急にえ時間って思って、あの藤崎さんの携帯パッて見たら、そう集合写真撮る時間が40分なんですけど44分になってて、えってなって、一切の二人であのダッシュして、そうダッシュして行ったら全然全然って言ったらなんかちょっとあれですけど、あのなんて言うんですか、あのあのまだ全然大丈夫だったんですけど、そう焦りました、本当に。チュン、こんばんは、こんばんは、はじめまして、もしかして土屋道さんと親戚ですか。全然全然親戚じゃないですよ。藤崎さんなんだね、みゆうさんじゃないんだ。あのこれに関してはまずなかなか呼べないというのもあるんですけど、あの名字さん付けがもう固定、私の中でもう癖というかになってしまっていて、そうだから呼べないんですよね。呼びたい気持ちもあるんですけど、ツボ浅い同士の会話でも何の会話してたかわかんない、これさ失礼かもしれないけど私はあんまり覚えてなくて、あ、思い出した、思い出した、思い出したよ、何の話してたか思い出したんだ。そうだ、なんか
まず藤崎さんの骨格の話をしてて、骨格なんですかって、もう本当にスタイルがいいじゃないですか。そう、細いですし、だからその話をしたい。でその後に、あ、聞いてください皆さん、これ本当自慢、自慢話いきます。今から自慢話します。あの、私藤崎さんに私服のコーディネート褒められました。やったやったすごくないですか。藤崎さんに褒められるってこれはもうすごいですよね。なんか違うんですよ、私本当日向祭りの収録の日に、あの本当に結構前の時に、私が藤崎さんのコーディネートが好きですって伝えたんですよ。そう、そしたらなんと次は藤崎さんが私のコーディネートを褒めてくださって、もう私はもうね、鼻の下めっちゃ伸びちゃったりとかしちゃったりしてだって嬉しかったんだもん。まあお世辞じゃなくて、だってひどい、そういうこと言うんだそう褒めてくれて嬉しかったんです。そう、めっちゃ嬉しかったそう、あ、そう、それでなんか、じゃあお洋服また機会があったらあげるねみたいな言われたんですよ。でもその後にね、聞いてください、その後に藤崎さんが、あ、でもサイズが合わないかもってあれ、私これディスられてるかな、あれ、私これディスられ、いじられてるかなとか思って、えっとか言ってだから私は、いや上だけでいいんです、上だけでもいいからもらいますって言いましたはい、そう、丈やっぱさ、身長が本当に違うから、やっぱ丈はどうしても、耳にとってはミニスカーがロング、ねえそこまではさ違うじゃん、ねえそこまでは絶対に違うよいじられてますね身長2分の1だもんねなえちゃん154くらいあった、あのプロフィールには152って書いてるんですけど、でも私絶対伸びたと思うんです、これ、あの、いや根拠はない、別にでも伸びた、絶対に伸びた、私絶対に伸びた、これはジェットコースターねえ乗れるから、ジェットコースター、だいたいみんなそうねえ、私は伸びたの、本当に伸びた絶対、多分リアルに 153.5 とか言ってるんじゃないかなみたいな。ジュッチャーやったかい、あの、じゃあ私なんかさ、なんかそすごいさ小さいイメージがあると思うんですけど、まあ高くはないよ、高くはないんですけども、4期の中で身長順で言うならば、あのジュナ、ハラちゃんの次に私ですから、はい、これだけは言わせてください。はい、私は一番低いわけじゃないんです、しかもだって学校の背の順だってこうやってやらないもん、こっちだもん私こっちだもん。そう、4期はそうですね、結構他の先輩とかに比べたら、先輩
先輩方に比べたら低い子が多いかも。そう、腰には手当てないです私。そうだよ、知らなかったでしょ。私はね、意外とまだ3番目なんですよ。腰に手当てたかな、もう言えなくなったのって。ちらちゃん一番前しかやったことないって言ってた。あー確かに。でも148センチも良くないですか。あの高橋みなみさんと同じ身長ですよ。あ、でも 148.5 センチでしたっけ。そう、まだ伸びるからさ。あ、レイナさん、あの来てください、来てください。あのコンサート期間、コンサートのリハーサル期間にレイナさんと背比べしたんですけど、私の方が高かったらしいんです。わかんないよ、その時私がたまたま高かったの、その時高かっただけかもしれないんですけど、あの実はでもわかんない。あ、そうだ、レイナさんに、レイナさんの話で思い出した。あのこの間の公演のあの帰りの車が一緒で、隣に座ったんですね私が、レイナさんに。それであの私がレイナさんに音符ヘア、音符ヘアやってくださいって、また音符ヘアやってくださいって言ったら、音符ヘアって何って言われてしまって、え、皆さん音符ヘアって言って何の髪型か分かりますか。音符ヘア、私はとある髪型を音符ヘアって呼んでるんですけど、音符ヘアって皆さん何か分かりますか。リンゴみたいなやつ。あ、こういうこと。これではないんです、違うんです。リンゴみたいなやつ、みんなやっぱこうやって思いついちゃう。名店巻くやつ、オタク用語でも何でもないんで、私が勝手に呼んでるだけなんですけど、あの正解はサイドポニーテールなんですよ。あの4期でいう青ちゃんの部屋、もう私は音符ヘアって呼んでるんですけど、え、だって音符に見えない、音符に見えません。サイドポニーやんけそれって。音符に見えないですか。私は本当に音符、私はそれ音符ヘアって呼んでて、だから音符ヘアやってくださいって言ったら、音符ヘアって何って言われて、サイドポニー、あ、サイドポニーのことですって言ったら、あーってなって。そう、私はあの本当にデイナさんのサイドポニーテールが本当に好きで、めっちゃ似合ってると思ってて、可愛いと思ってて、だからそれを、でもなかなかやらない髪型なんですよ。だからぜひともやっていただきたいと思って、あの帰りにやってくださいってお願いしました。なのでまたいつか見れたら嬉しいです。レイ、レイな、ね、話しかけられるのね。いや、あの私はお話ししたいんです、すごくたくさん。けど私も緊張してしまって、今まではこんなに積極的にお話しかけることができなかったんですけど、でもお話ししようと思ったので話しかけました、頑張って。
こんばんは、こんばんは。イケトラにはめちゃくちゃ恐れられたから。そうなんですか。でもめっちゃ優しいです。前もサイドの長さ2ミリしかないけど音符用紙ねえ、じゃあ下本当にしてきてねそしたらわかるわ、似合うかもねえ。似合うかな。サイドポニーはまだですか。ああ。じゃあ次のカベシャンでもカベシャンもまた私は多分次は結ぶと思います。おろしはちょっと熱いから熱いから多分結ぶと思います。音符部屋だらけだったりしてみんなここに。でも何するのかな、まあその時の気分ですねツインだったり、まあツインはないかなこれは言い切れるかもツインはないかもしれない。サイドポニーで音符だったら普通のポニーなんていうの。普通のポニーはポニーテールですよなんか私は音符ちゃん、音符ちゃんみたいだねと思って、そう、それで音符ヘアって。チンテールは音符、音符ヘアですかあ、でもそういうことになっちゃうよね。そうだね。あ、じゃあこれはサイドポニーって呼ばないとだ。まあいつかはね、まあ、アイドル人生まだまだこれからあるのでいつか、はい、ツインテールでもしましょうかね。国立1年だったら自由な髪型できなかったっけ、違ったら。多分研究生はあの壁写撮った写真の髪型で、あの普段の活動は過ごすんですけど、なんか生写真の撮影とかは結構いろんな髪型しても OK みたいな、多分そんな感じな気がします。こんばんは、こんばんは。磯のいつかはいつか、いつか、いつかある、いつか、いつか。いやいや音符ヘア使ってこ、いやそうだよね、使ってこ、だって音符に見えるんだもん、私は見えるんだもん、そうやってツインテールしてくれたらおしゃべりがいきますよとかさ、そういうのやだショートカット私まだボブにもしたことないので、ショートカットはもっと勇気がいることですね。ショートカットの君に恋ファンにハードル上げられるスタイル、絶対ロングに行ってください。私はロング人間なので人生において、多分ボブにすることないんじゃないかな、いやわかんないけど、何かの、まあ、例えばですけどすごく貴重なお仕事が来て髪型ボブでお願いしますとか来たらそれは切るかもしれないですけど、まあうん、よっぽどのことがなければ私は多分ずっとロングだと。ちなみにロング派です。お
最強いいよね。僕の好きな最強人で似合いすぎて禁止する、なんで二つに結んだの、男たちは首だけ、この男たちは首だけっていう歌詞がなんかもうあーってなる。バグでもボブでもショートでも絶対似合うから大好きになる自信しかありません。また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 。そうですよね。でもひなさんいきなり切ってでもすごい似合ってるじゃないですか。ショートカット似合う方って本当にすごいと思うんですよね。あおちゃんは何キャラ？ん？何キャラだろう。かわいい。かわいいキャラ。髪の色は変えたい。私髪の毛を染めたいって思ったことがなくて人生で。ピアス開けたいとかもなんかあんまりそういう願望がなくて。そうなんですよね。そうなんで なんか分かんないんですけど染めたいとかなんでもなくって、そう絶滅黒髪少女ってことで、じゃあ染めないでね。多分何か私の中で何かが起きなければ多分染めることはないと思います。いや、わかんないけど。黒髪いいよね。うん。し、やっぱさ、ケアをしなきゃいけないじゃないですか。やっぱブリーチとかしたら大変じゃないですか。だから、そうなんです。そういうオファーが来た。でも、お仕事とかってなったら、するかもしれない。けど終わったらすぐ黒とか落ち着いた色にもうすぐ戻すと思います。逆になんか来たって。確かに似合いそうで。私似合いますかね金髪とか。全然想像できない。推しに染めろって言われたら、でも私は多分染めない。もう少し大人になったら気持ちが変わるかもね。そうかな。どうする、急にピアスバワーンって開けて。そんなことに多分ならないけど。しさ、痛いじゃない、開けるの嫌だもん、痛いの。大人になるよ。だってさ今5月、もうすぐ6月でさ、あと1ヶ月ちょっとしたらさ18歳だよ。成人ですから。痛くないのピアスって。え？あっちゅう。おしさいは赤紫で、そうですよ。おしさいは赤と紫色です。ん？白い髪に染める。でもなんかさ最近というかさちょっと流行ってないですか？なんか金と白の間の色みたいな。アイドルのうちいろいろやってもいいの、いいのでは。でもそうだよね。どうなるんだろう。
になってもまだ。はて、なんかね流れてきますよ結構ネットとかで。こんばんは、こんばんは。どうなんだ。でもさ、染めちゃったらこのさ色がさ戻ってこなくなっちゃうからさ。まあヘアアレンジはしたいです、いろんな。うん、痛むぜ。そうだよね。だってさ、なんか切れちゃう人とかもいるじゃないですか、ブリーチしちゃったりした。悲しいもん、私はそれはちょっと。うん、行きつけで髪の毛綺麗だねってずっと褒めていたいから染めないでほしいかも。褒めてね、みんな髪の毛。でもさ、ほらもうみんなとさ会うときはさ、メイクさんにもう全部髪の毛もツヤツヤストレート綺麗にしてもらってる状態で会うからさ、ちゃんとねツヤ出しスプレーみたいなのをシューってやってくれるんです。いすまるちゃん、こんばんは、こんばんは。そうなの、しかもめっちゃそれがいい匂いなんですよね。なんか何の匂いなんだろう、なんかねいい匂いなんです。綺麗な髪が。え、待って、今何時だ、時間大丈夫だよねきっと。8時2分。待って、私何時からやってる、何時からやってるっけ。6時半からやってるか。あ、まあ、え、私今日全然1時間30分か1時間ぐらいできたらいいなとか思ってたんですけど、結構話してる。あれ、まあ、いつも予定通り行かないんですよね、ショールームとかは特に。でも明日全然だから、ちょっとテンション高くてアドレナリンが出ちゃってるのは事実。みんなが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい。ちょっと全然違うお話してもいいですか。そう、アドレナリンが出てます。あの味噌菌、味噌菌ですか、何でしたっけ、あの YouTuber さんの、 YouTuber のヒカキンさんが作ってるラーメンを食べてみたくて、まだ私食べたことないんですよ。なんか食べたことありますか皆さん。私食べてみたくて、なんか全然神奈川に住んでた頃から発売されてて、その時も結構流行ってたんですけど、なんか見かけたら買おうかなぐらいでいたんですよ。でも、まあまりにも見かけないから、なんか食べたくなってきちゃって最近。そう、なんかすごい美味しいって言うじゃないですか。そう、まだない、なんかなかなか入手困難、なんか人気だから大変だっていうの聞くんですけど。そう、なんかね美味しいらしいんです。味噌菌だから味噌ラーメンですか。私味噌ラーメン好きだからな。真心亭も行ってみたいです。メルカリ800円とか、え、だって実際そんな値段しないですよね。あれするのかな、
探してみてください皆さん。味噌ラーメン、味噌、お、セブンイレブンさんに言ってるんですね。探してみてください本当に。あの麺、あの正直な話、麺をすすれなかったんです、今まで。今まではね、今まではでもすすれるようになりました。あ、これも成長した。みそきん見ながら、みそきん見ながら配信見てます。え、食べてるの今、美味しいですか。まぜしゃもじも美味しいよ。まぜしゃもじ、まぜしゃもじ、まぜしゃもじ、オッケー、覚えた。30日の10時からまた再販。あ、やっぱさ、そういう感じなんだね、人気だから。食べたいな。魔法からってオランチから徒歩5。え、近いね。七海さんに連れてってもらえな。七海さん賞に教えてもらった。教えてもらってはないですよ。でもね、七海さんご飯行きたいです。でもね、前、この前ね、連絡してご飯行こうねって言ってくれたので、私はいつか行けると思って信じてます。カップ飯もあるの？なんかすごい、ラーメンだけじゃないんですね。どうやってするようになったね、なんかね、なんでだろう、なんか私は、なんかね、急にすすれるようになったんですよ。今まではすすろうと思ってもなんかずっと空気だけ吸ってるみたいな、全然麺入ってこなかったんですけど、でもなんかすすれるようになったんです。これはやっぱ成長ですね。マウント取りに来たなって。あ、だって私本当に会いたかったんです。だから日曜日会えて本当に嬉しかったんです。ねえ、ダイソンヘギそばも一個ある。え、食べたことないかも。え、食べたことあるのかな。なんか新潟に来たての頃にお母さんと一緒に新潟駅の近くのお蕎麦屋さんに入って食べたんですけど、それがヘギそばだったかどうかは覚えていない。イタリアン、あの三日月ですか、三日月、三日月は食べましたよ。私ミートソース好きなので美味しかったです。はい、何へぎってないっていうの、何それ。うどん、え、うどんってすすって食べるものなんですか。あれわかんない、あれ私どうやって食べてる、うどん、あ、うどん、あ、知ってるわ。小分けになってた、あ、違う、全然違う、私はとろろそばみたいなやつ食べた。全然全然普通のおそばだそれ食べたの。新潟弁だから馴染みないよね。あ、新潟弁なんですね。へぎ、へぎ、なんだっけ、へぎってないだっけ。イタリアンはす、あ、でも焼きそばですもんね麺は。そう、ミートソーススパゲッティが大好き。ザルみたいな入れ物がへぎ。
まだ全然食べてないな、新潟の食べ物いっぱい食べたい。ミートソース俺も好き、いいよね。あとね、あのなんだっけ、あのなんだっけな、どこかのカフェのあのパスタのお話なんですけど、あのもうね、今はわかんない、今また再販されてたら嬉しいんですけど、私の記憶上にはまだもう販売中止とか販売終わっちゃったんですけど、どっかのカフェのカニじゃない、エビトマトクリームパスタ、エビのトマトクリームパスタがめっちゃ美味しくて、どこだったんですかね、あれプロントかな、プロントさんのあのエビクリームパスタがもう本当に美味しくて、私本当小さい頃から食べてたんですよ、そのパスタを。お母さんとどっかお出かけ行って休憩しようかとかなった時にそのプロントに入ってそのパスタを食べてたんですけど、なんかある日突然一人でプロント入って食べようと思ったらなくなってて、そのパスタが。それですごいショックだったあの私が今まで人生で食べてきた中のエビクリームパスタの中で一番美味しかったんです、それが本当に美味しかったんです、私の中で。だからでもそれがなくなっちゃって次何食べようってなった時に、ちょ最近はちょっと行ってないので分かんないんですけど、あのその時に食べてたのは鮭とたらこのパスタみたいなやつを、私は次にそれを食べ始めました。エビクリーム濃厚だ、でも濃厚だったかも、なんか本当に美味しかったんです、本当に美味しくて、で私はその味を求めていろんな冷凍パスタとかもあの買って食べたりもしてたんですけど、でもそれに勝つパスタに出会えなくて、そうそれに勝つものに出会えなくて、だから私は今まだそれに勝つものを探してるんですけど、もうお願いです、もう一回販売してください本当に通うので、私本当に美味しいんですよ、本当に。なんか本当にもう今もし販売されているのならば本当に皆さんに食べていただきたいぐらい私は本当に大好きなんです、あのパスタが。自分で作れたらいいね、なんか本当にレシピ公開してほしいぐらい本当に美味しくて、あれが忘れられないんです、あの味がどんだけ本当にっていうね、本当に美味しかったんです。毎回本当に小学校ぐらいからそれを食べてて、そうで中学生ぐらいになって、中学校1年生2年生ぐらいまで食べてたんですよ多分それを。でもある日急になくなってしまって、もう思い出があってそのパスタには、なんかまだ小さい頃はそのパスタ1人前も食べきれなかったんです、胃袋がまだ小さくて。そうけどどんどん成長していくにつれてそのパスタ1人前を一人で丸々食べれるようになるっていう、その思い出があったから、思い出も詰まってるとっても美味しいパスタなんです。エビクリームパスタです。店に入っておしメニューなくなって
ったら謎にめっちゃ焦るしガチで、え、そう本当に悲しくなったの。エビクリームパスタ、あ、こうなんだっけ、フルネーム思い出したい、小エビとエビとクリーム、小エビのエビクリームパスタだっけ、なんかね、でもそれ本当に本当にエビ入ってて、しかもエビもね結構大きいのが入ってて悔しい本当に。でも一つそれにはまだ越せないんですけど、私の中でまあ結構味が近いなって思うのは、思う冷凍パスタが一個あって、あのすいません商品名全然覚えてないんですけど、麺があの普通のさ細い麺じゃなくて潰れてる麺で、なんて言うんだろうあの麺って、フィットチーネっていうの、なんて言うんですかね、潰れてる麺で、あーわさび終了になってるんだ、やっぱそうなんだ、潰れてる麺でのこのエビクリームパスタっていうのがあるんですよ。そんなのやったら多分いっぱいあるからさ、わかんないよって感じなんですけど、なんかね確かお皿の絵があって、お皿の絵があってフォークとナイフ、フォークとナイフじゃないフォークとスプーンが多分書いてあったっけ。あー私さ今これスマホが1個しかないからさ見せられないんだけどさ、もう一個あったら本当に今すぐ画像検索でもしてこれ俺ですって言いたいんですけど平手打ちじゃないからあのそう本当にそれでもそれも美味しいんです。で開けて透明な袋に入ってて、で黒い文字が書いてあって、この麺を上にしてチンしてくださいみたいなのが書いてあって、そうそれです中身の説明してもさそんなの買わないと開けられないからわかんないけどさ、あの本当にそれが美味しくておすすめです。それもそれが結構味がまあ似てる細い麺じゃなくて潰れてる麺で、あの細長い麺で、細長くないよ、あの潰れてる麺で、そういやコンビニじゃなくてスーパーに売ってると思います。でもそれもいろんなシリーズがあるの、その潰れてる麺のパスタもあれば普通のパスタのあれな、もうなんかダメだ、語彙力がないんだけどさ潰れてる麺って言ったらなんて言うんだろうな、ってなんて言うのあれって、フィットチーネなのかな、分かった分かった、絵描けばいいんじゃない、ちょっと待って、よいしょ、なんて言うんだろう、なんかやばい、普通の麺でした、普通の麺ってさこういうのじゃん、なんか幼虫みたい、やだ、なんかわかるでしょ言いたいこと、こういうやつじゃんけど私が言ってるのは、こういうやつ、こっち、あ伝わったでしょのこれ何麺って言うんだろうね、でもそう、それが美味しいの、あフィットチーネ、そうフィットチーネだね、多分そう、それのエビクリームパスタっていうのがあって、それがとっても美味しいので、そう味が近いので、はい気になる方は食べてみてください。そ
この麺のラーメンも美味しい。私この麺のラーメンまだ食べたことないかもしれない。明日公園行きます、待ってます、楽しみましょう。はーいはーい、なんか絵描きたくなってきちゃった急に。こんなの描いたから、ありがとうラブレター。何描こうかな。生誕ティーのデザインが、生誕ティーの想像がついた。こんばんこんばんは。実は振りたい色があるんです。なんだよなんだよ、何色だよ。なんちゃんかわいい、ありがとう。絵得意なん？え、あー持ってくればよかった。なんかね、どっかにあるはず。あの、私本当に美術の先生に褒められた絵があって、それを本当に見せたいけど、あるかな。一瞬さ、探す旅行ってきてもいい？一瞬探す旅してきてもいい？行ってくるね。ありました。え、これだよね、あれ違う？でしょ、これだと思って。私は今自信満々に持ってきたの。あったあった。あのこれ多分びっくりするよ。え、でもあの違うんです、これはなんかたまたま本当に私がうまく描けちゃっただけなんですけど、本当にたまたまうまく描けちゃっただけなんですよ。お題が球体を描くっていうお題だったんですけど、はいお店だって。そうで、なんか光の方向とかもいろいろ考えて球体を描きましょうみたいな。ねえ、まだ見せてない。いくよみんな、3、2、1、じゃん。え、ね、めっちゃ重くない？どう？え、上手じゃない？え、めっちゃ上手じゃない？嘘。ねえ、コケとか言わないでよ。え、めっちゃ上手じゃない？ねえ、マリオかなって、ひどいな本当に。ねえ、泥団子とか違うんだよ。これは影を描いて、影とかをちゃんと描かなきゃいけないの。すごくない？ねえ、これはでもさ、褒められるよね。だってすごい YouTuber みたいなことしてる。え、これはね、でもね、ちょっと今光のさ、今ライトを焚いてるからさ、光の角度つかまんだけど、これ実際に見たら本当にもっと上手なの。さっきのパスタはこれ、あれ違う、本来の私はこっちなの。でもなんか上手に描けちゃったの、こっちは。そう。なんかできちゃったの。そう。ねえ、私が描いた正真正銘、私が書いた。そうなんですよ、私ってやればできる子なんです。え、そう、え、これシャーペンで書きました。なんか鉛筆で書きたい子は鉛筆で書いていいよって言われたんですけど、もういいやと思って、私はシャーペンで書きました。なんとこの制作時間30分ぐらいだったと思う。多分30分か20、20、30分。
はあ、私ってやっぱできる子。しかもね、これね、違うんだよ。なんか目の前にこの球体があったとかじゃないんだよ。想像してどっから光が当たってどこに影ができてるかって想像して描きましょうだったんだよ。だからこれは私は本当に才能ある。これだけは唯一自信を持って言える。妄想で描いたんです。ほらめっちゃ上手だと思うって。でしょ、才能ありだよね。想像力半端ない。握手会のイメージトレーニングで鍛えた。誰かの自画像を描いてみる。私自画像をさ描いたらさ小学生って言われるんだけど、なんで。そう、私でもななみさんのあの似顔絵を描いたんですよ。それを見せたんですこの間で、この画像この絵をももちゃんに見せたら小学生みたいだねって言われたんですけど、どう思いますかって言ったら、確かにそうだねって言われました。悲しい。だってさ人間を描くって難しいじゃない。難しいじゃないとか言って。違いますよ、私は JK。 でもみんなそうやって小学生って言うんだ、ひどいよ。なんだろうね、なんか本当に絵上手になりたいんですよね。でも私あなぎ上手だよね、わかる。めっちゃ羨ましい絵上手な人。全然上手に描けない、どうしよう。誰描こうかな。じゃあどれ書いたらいいですかね。いやでもせいぜいさん絵上手ですよね。かえちゃんとのみちゃんの絵は個性的。でも私今スマホの後ろにのみさんが描いてくれた私の絵の、あの私の絵を挟んでます。描いても怒らない人。そうだよね、私が。ヒロカッピみゆみゆさん、難しいよ。ちょっと待って、難しいね。どんな髪型してるっけ。こうして、こうして、わかった、こうして。あもうダメだ、出しても大丈夫なよ。
私は大丈夫なよ、書いてるつもりなんですけどね。こうして前髪を書きまして、よいしょ、ひどいなこれ。ねえ、どうしたらいいの、全然もう書けない。助けてみんな、私本当に絵上手になりたいんだよね。そしたらこうしてこうして、もういいや、こうしてさ、こうしちゃって、よいしょ。時間かけすぎるとハードル上がっちゃうから早く書き終わりたいところではある。諦めてない、諦めてないよ。なんかさ、ダメ、なんか私が書いたらなんか失礼になっちゃう、下手すぎて。どうしたらいい、申し訳ない。ちなみにまだ輪郭すら書き終わってない。待って、どうしよう、大変だよ。こうしてこうして、ね、難しい。丸書いて丸書いて、頭書いて頭書いて、こうしてちゃんちゃんちゃん、前髪描いて、はい、えいえい。目は目はね、キラキラ、目はね、キラキラ。ひどいな。ねえ、早く書き終われって話だよね、絶対に。頑張ってるんだけど。あ、こんばんは、こんばんは。ごめんなさい、こんな無言な配信で。前髪どんなだったっけ。ちょっともう、はい、すいません。目はね、クリクリしてて可愛い。描かなきゃいけない。なんかいつもそのもっとさ上手に描けるのにさ、全然今日上手に描けない。悔しい。
よいしょ、お鼻かいて。でこれおくれげキュンキュンキュンって書いて、髪の毛黒く塗りつぶす。よいしょ。よいしょ。ね、全然特徴捉えられてない。ひどいかも。よいしょ。私これ誰描いてるんだろう。へ。よいしょ。え、これ誰？誰にしよう。これ誰に似てるかな。後から決めるスタイル。ねえ、恥ずかしくなってきた。下手すぎて。本当に誰にも似てない。え、本当ちょっとじゃあ皆さんが誰か決めてくださいよ。これ見ていきます。誰でしょうクイズしましょう。じゃあそうしましょう。いきます。3、2、1。だーん。待って、これどうしたらいいんだ。もう私なんて見えなくていいんだこれ。あー、もうコメント見たくない。カッピだな。じゃあヒロカッピにしよう。これヒロカツピ、ヒロカッピ。すごい、ちょうど5文字。じゃあヒロカッピ決定。こんな感じの絵しか描けません私は。本当はさ、もっとねリアルに描きたいんですけどね。ヒロカッピ泣いちゃうかも。泣かないで。やだやだ。なんかね、私これは、私は前、どこだ、どっかにあるんですけど、ももちゃんとあのななみさんを描いたんですね。そう、その時にあのその時はもう結構な時間を使って、そして画像を見ながら描いたんですよ。だから結構上手に描けたんですけど、やっぱちょっと人物は想像しながら描くの難しいですね。確かに小学生の絵だ。ちょっと練習します。
絵上手に描けるように。ピチンだから大丈夫って嬉しい。ありがとうございます。見本によってはめちゃ可愛いと思う。そうだよね。そう、練習大事な。こんなで私は多分2時間くらい配信をしていますね。もう少ししたら終わろうかな。藤崎キャプテンわけ。じゃあちょっとちゃんと画像を見て書こうと思うので、あのまた書いたらチャットかなんかに載せますね。はい、生誕的に着る覚悟できた。覚悟できた、よかった。今日はラッキー、ラッキー。毎日中身が濃いのよね。私濃いですか？NGT 全員の似顔絵描いてみてほしい。似てる人いるかも。お、姉ちゃんいそう。大丈夫ね、絵描いてくれる。そうですよね、なんか似顔絵を描いてますよね、その日の誕生日のメンバーさん。嬉しい。はい、天才させないようにします。天才。チャット、そうだね、チャットに載せますね。じゃあ藤崎さんの似顔絵、多分今日は難しいけど、まあ描けたってなったら。私は7月12日生まれです。なんでこんな楽しみなんだろう。なんでだろう。一番描きやすいメンバー誰ですか？でもももちゃんスルスル描けたんですよ、この前描いた時。まあその時はあの多分結構お絵描きモードに入ってて、私がだからスラスラ描けたのか。影もつけて。お絵描きモード、なんかね、お絵描きモードに入ってたんですよ。でもさ、今これさ、ボールペンだからさ、ちょっと難しいんですけど、私小学生と中学生ぐらいにやってたことがあって、授業中に、全然ダメなんだよ授業中に他のことしちゃいけないのは分かってるんですけど、授業中ノートの端っこに目を描くっていう、目ん玉片目。目を描くっていうのをずっとしてて、だから見返すとだいたい毎ページ毎ページ右端に目が書いてあるんですよ、私のノートは。でもね、授業で寝たことないんですよ私。自慢だから聞いてね、え、こんなのさ、口になんかさ自慢することでもないのかもしれないけど、私は授業中寝たことないんです。集中し、でも違うの、私はちゃんと先生がこっち向くなっていう時はちゃんと先生を見て、話聞いてます、聞いてますよってちゃんとうなずいて。やってるんです。しかもさ、こうやって書いてるから眠くならないの。ちゃんとね、涙袋までちゃんと線書いて、手でぼかしてとかちゃんと書いてたんです。ず
っと聞いてるのにね、聞いてっていうのゆうゆうさんみたい本当にうん、一番眠くなる授業は何ですか？体育後の道読体育終わった後の道読、まあもうほんと眠い、ほんとに眠いし、寝ようか迷うけど、でも寝るのは申し訳ないって思うの私。いやなんかさ、授業中に絵描いてるやつが何言ってんだよって感じかもしれないんですけど、あのなんか本当にだってさ、先生も一生懸命前に立ってさ話してるわけじゃん黒板に文字を書いて、なのにそれをなんか寝るのはなんか申し訳ないなって、なんかかわいそうだなって思っちゃって、寝ることだけはちょっとできない。まぶたに目がけ、ね、それって本当にさやる人いるんですか？なんかアニメとかドラマでしか見たことないんですけど。それは順番に問題あり教室に寝ることはなかった、寝るときは早く保健室。あー、なんであの保健室って居心地いいんですかね、謎ですよね。あ、下見てる、確かに下見てるとだいたい何、携帯を授業中触ってるか寝てるかの二択になりますね。今日ってもしかして寒いですか？なんか私今めっちゃ足先冷えてるんですけど、今日ってもしかして寒い？最近でもあったかかった。昔は教室にエアコンなかったから夏場死にそう。あエアコンでもなんか、あ、そう、エアコンあるあるなんですけど、よかない、学校によってさエアコンの配置場所が違うからあれなんですけど、私の学校は後ろの教室の後ろの2号車の上にあったんです。だからあの2号車の後ろの列はもう風が直接当たるからめちゃめっちゃ寒い。ですよ。え、でも聞いて、私の中学校ね、膝掛けダメだったの。ひどくない？寒いのに膝掛けダメだったんだよ。なんかどういうルールなの？ひどいよね。え、号車って言わないんですか？1号車2号車3号車みたいな。え、言わないのかな。あの廊下側の列は1号車で、真ん中の列が2号車で、窓側の列一番端の席が3号車。千葉の方言、うーん、新潟市でも号車って言いました。お、初めて聞いた。やっぱ言わない学校もあるんですね。なんか列で考えたら1列目2列目3列目4列目5列目6列目7列目8列目とかなんかいろいろあるんですけど、こう2列になってて号車がそれぞれ、ここで1号車2号車3号車、なんですよ。でも
人数が入りきらないから、なんか1号車2号車3号車とちょいとか。そう、まあ席は絶対に一番後ろがいいですよね。でもなんかね、先生からよく聞くお話だと、あの一番後ろの方が目につきやすいらしくて、逆に一番前は見ないらしいんです。びっくり。そうなんです。でも確かに教卓の前とか見ないよね。なんちゃんの同じクラスだったらなんちゃん斜め後ろの席がいい。斜め後ろ、なんかさ、プリントとかさ渡すときに目が合うかもね、後ろに渡すとき。そう、公演、劇場公演もなんか後ろも自分が想像していた以上にすごい見えるんですよ、綺麗に。そう、同じクラスなら男子セットは見忘れて勉強できない。そんなこと全然ないよ。可愛い子の後ろの席ってほんと好き。でもさ、あと私友達と毎回席が離れちゃうっていうジンクスがあってさ、小学校の頃とか特にそうでさ、みんななんか固まってるのに私だけ一人一発みたいな、えみたいな。いや、なんか起きた。わざと消しゴム落として一緒に撮ってもらいたい。面白い。何それ。でも正直なところ、隣の席も隣の席じゃない感じでしたよ。私コロナ禍になってからは、あの椅子くっつける、机くっつけるっていうのもなくなって、全員が同じ距離、一席二席三席四席って感じだったから、そう、あ、教科書忘れて見せてほしいよ、めっちゃあった。あのさあ、次が近かったらこうやって見せてあげられるんだけどさ、後ろの席の子とかに見せてって言われたらさ、こうやって見せなきゃいけないから大変だったな。でも私はあの見せてとかあんまり言えなかったから、小学校の頃はお友達にあの教科書貸してって、違うクラスのお友達に言って貸してもらいました。こんばんは、こんばんは。私はそういうタイプでした。なんてそう、忘れ物しましたって先生に言いに行くのって結構緊張しない？あ、怒られちゃう、どうしようって。やっぱ8時55分だって。あれね、私は30分1時間できたらいいなとか思ってたのに、もうなんか2時間、あれなんかそんなにやってたんだ、びっくりびっくり。ランドセルは水色でした。
水色でしたよ。水色っぽい。嘘。背中に定規入れられてたよ。え、どういうこと？背中に定規。トークの集中力本当にすごい。いやいやいや、私本当くだらない話しかしてないですけども、うちの娘紫ね、紫も可愛いなって思ったんですよね。私なんかちょっとさ光ってる紫もあるじゃないですか。今度小さい子の写真見せて。私小さい頃の写真多分あんまりなくて、写真あんまり好きじゃなかったんですよね、ちっちゃい頃。いやあると思うんですよ、あるんですけど、多分他の人に比べて全然ないと思います。見てるだけニヤニヤでした、ありがとう。そんな感じまさき、え、かわいいよね、いいなあ。私は小学校6年間ずっとランドセルで登校してましたよ。なんか中には途中からリュックになる子とかもいたんですけど、私はちゃんとあのランドセルを背負って行っていました。ランドセル持ちとかやりました、じゃんけんして、じゃんけんポンとか言って負けた人が全員のランドセル持つ。なんちゃんこんばんは、明日の公演東京から見に行きます。なんちゃんおしゅ、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。そう明日前座なのでぜひ。え、リュックになる子いましたよ。ランドセルが歩いてるとは言われなかったねえ、私そんな小さくないからねえ、今は違和感ないだって絶対に。え、多分私話しか職質されちゃうよ、何やってるんですかってそんなのがランドセルなんて背負ってたら絶対に声かけられちゃうもし、そうですね、ちょっと懐かしいお話でした。じゃんじゃん、黄色い帽子もセットで、あー黄色い帽子ありますよね。初心者とか大人も含めて、だって大人だもん大人だもん、ちゃんとオーダーするとき今も黄色い旗持って渡るんでしょ渡りません。黄色い旗はさ、あれじゃない、あのなんて言うんだろう、 PTA って言うんですか、なんか地域のおじさまおばさまがあの横断歩道の前に毎回立ってくださって、であの青だよ渡っていいよみたいなおはようございますみたいな、そんな感じでした私は。ちゃんと右見て左見て、はい右見て左見て、後ろ右見て、手は上げてないかもしれないかも、だってもう見えるじゃん、私大きいもん、見えるでしょ、上げなくても。9時だってねえ、9時だよ9時だよとか言って初見です、ありがとうございます。見えるよ、だってさ153
あるんだから私は。もーちゃんいいかな、これか。もーちゃんは本当にね、私のことを可愛い可愛いって言ってくれるの本当に。なんかねびっくりだよ私は、それがすごく。まあ言われてこなかったからさ、今までの人生においてさ、あ可愛いね可愛いねとかされてこなかったし、言われてもこなかったから、なんかもーちゃんがさそうやって可愛い可愛いってずっと言ってくれるのがさ、なんか言われ慣れてなくて、あのなんかにーってなっちゃう。ひーってなっちゃう。もーちゃん大好きだよ。可愛がってくれてるお姉ちゃんですね。会いたい。ももちゃんは今兵庫にいるから会えないよ。オタクのような声が。そう、なんかそうオーディション終わっ、オーディション合格者発表して終わった後に待機する場所があって、そこで私のことをこうやってやったんだよって、ずっとなぜたんだよっていう言われたんですけど、ももちゃんが、私あんまり記憶がなくて、なんかさもうオーディションの記憶は私本当にあんまりなくて、結構真剣になくて、うん、あの時の記憶が結構ないんです私。まあでもよかったです、オーディションに受かってみんなさんに出会えて、ももちゃんにも出会えて、先輩方にも出会えて、四期に出会えて、サチ、どんぶらくはそのことずっと言ってる。なんか動画があったらいいけど、ないもんねきっと。そう、もう多分本当に現実理解ができてなくて、状況が多分私は受かったとかそういうことの整理ができてなくて記憶がなかったんだと思います。でちょっと待って、これさ時間を決めないと私本当に一生終われない気がするからさ、あっちゅー、かわいくてごめん。今何分？9時4分でしょ。じゃあ10分にはお話を終えよう、でラジオ読んで終わりにしよう。オッケー、そうしよう。もう本当に私は本当にダメだね。出会ってくれてありがとう、こちらこそです。本当に髪ツヤツヤ綺麗だね、嬉しい、ありがとう。伸ばしてるんです、小学校の頃は多分骨盤ぐらいまでありました私。仕事中ずっと見てたわ、嬉しい、ありがとう。怒られないようにね、でも上司に大好きだーだって、ありがとう。大好きだ、君が大好きだ。めっちゃ長いね、長い。ヘアドネーションはしてなくて、そう応援するからね、ありがとう。長かったね、長かった本当に。こんな磯崎奈々ちゃん大好き、ありがとう。もうみんな優しい。こんばんは、配信終了まで車で見る。
ありがとう。カリちゃんがヘアドネーションしたって知って、え？カリさんしたんですか？僕も仕事中なのに今なぜか風呂に入ってます。携帯落とさないようにね。明日サイリウム振りたいんですけど何色ですか？赤色と紫色です。それが七色です。私も会いたいよ。嬉しい、みんなありがとう。じわりじわりと俺の中の好感度上がってる、嬉しい。全然こんなねえ何でもないような話しかしてないのにありがとうございます。明日はなーちゃんサイネーム振ります。嬉しい、ありがとう。ドラフト会議から加入するときにヘアドネし、あーそうなんですね。でもやってみたいなって思うんですけど、今の私がやったら多分30センチぐらいからですよね、ヘアドネーションするのって。ダメだ、すごく短くなっちゃう。最近走んなかったから元気かなと思ってましたが、よかった、私は元気です。そうちょっとね、私の中でいろいろ整理しなきゃいけないことがあったので最近はなかなか配信ができなかったんですけど、まあ一旦落ち着いたと言いますか、はい、なので配信しました。明日もできたらいいな。本当はそう日曜日というか公演終わり、前座終わった日にやろうと思ったんですけど、ちょっとお家帰ってきた時間がもうできなくて。そうなんです。またなちゃうちゃん持って劇場行きたい、来てください。私も早く劇場、今はさ前座だけだからさあれですけど、早く公演に立てるように頑張ります。もっと私を見ていただけるように頑張ります。BLT、 あそう BLT 販売されましたしね。そうですよね、たくさんステージで見たいです。はい頑張ります。私もたくさんステージ立ちたいです。はい、私は本当に劇場公演にたくさん出たいです。劇場が劇場公演に劇場に立ちたいです。そのために一生懸命頑張ります。私は本当にはい、劇場があってのこのお仕事だと思っていますので、劇場を何より一番優先して頑張りたいと私は思っていますので頑張ります。応援します、ありがとう。だからなんか私がダメかもとかちょっと辛いかもって、やっぱ人間だから思っちゃう時があるんですけど、まあ、そういう時は皆さん私のことを褒めてください。褒めたり、可愛いよ、大丈夫だよって、頑張ろうって言ってください。お願いします。はい、ということで壇上を見たいと思います。よいしょ、これはどうやってやるんだっけ、違うな、あこれだ。じゃあ呼びたいと思います。いきます。13位、 OTGP さん、 OTGP ありがとうございます。12位、ハッピーありがとうございます。ハッピー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 。11位、りゅうちゃんありがとうございます。
10位ポアロン、ありがとうございます。よいしょ。9位カズヒサ、ありがとうございます。8位カルパラ、ありがとうございます。7位ヤスタロウ、ありがとうございます。6位アキヒロ、ありがとうございます。4位オヤジー T53、ありがとうございます。3位中地、ありがとうございます。2位マナポン、ありがとうございます。で1位わたちゃん、ありがとうございます。はい、ということで今日も配信ありがとうございます。今日もというか、まあお久しぶりだったんですけど、皆さんたくさん見ていただいてありがとうございました。はい、また明日お家帰ってきてお時間があったらやろうと思いますので、ぜひ来てください。ということで、明日劇場に来られる方はお気をつけて来てください。そして楽しみましょう。来れない方は DMM さんなどで見ていただけたら嬉しいです。それではバイバイ、またね、おやすみなさい、バイバイ。